Energy Friday. Energy Friday. Tarzan Yamashita. Yuriko Kobayashi.さあこの時間は素敵なゲストをお迎えしてお送りしていきましょう、はい、シンガーソングライターのこんちゃんと紹介してよ、素敵なゲストなんですから。もう食べとるわ。どうも素敵なゲストのシンガーソングライターの近藤夏子です。何食べてんねん。開いてるやん。何ですか。えフラワーが。フラワー開いてる。もう俺紹介しようか思ってパッと見たら、うん、口もごもご言いました。やっぱ糖分いるからね。だっていただけたから、うん、いや言いますよ。始まる前にいただけたら、いただいたものはすぐ口にせんと失礼に値しますから。なあ新鮮なうちに食べなあかんわな。そうですよ。ちょっと、うん、そんなことの前にちゃんと紹介してくださいよ、ターザンさん。紹介、自己紹介したからもういいやろ。いや自分の名前は言ったけど、私のこと初めましての人もいるかもしれないじゃん。そうなお願いするよ。圧力かけるな、もう。わかったわかった。ええ感じだね、なっちゃんです、うんうんうん。なっちゃんです。以上じゃない。近藤夏子さんですね、はい、うん、簡単にプロフィールご紹介しましょう。食べるなよ。後で食べろよ。もうちょっと待って今が自分のターンやと思って、食べるターン。まあまあ食べて食べて、はい、生なっちゃえねえ、うん、じゃあうるさいやみんな。あのね、ターザンさんね、うん、あのなっちゃんのことが頭にありすぎて、はい、私のことよく小林夏子さん言うんですよ。でも私も言われましたよ、うん、あの小林夏子さんで私のことも言ってましたよ、うんはい、だからどっちにもそうやって失礼なことを言うのはターザンさんごめんごめんなさい、うん、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、島根県出身です。シンガーソングライターで島根県観光大使、そして大田市です。島根県の大田市の観光大使も務めてらっしゃいます、うん、ありがとうございます。2010年にリアルでごめんでメジャーデビューです。テレビやラジオで数多くのレギュラー番組を持つおしゃべりモンスターです。ありがとうございます。そこは、ね、もうそこはあのユリアンと一緒ですよね、はい、ユリアンって呼ばれてるんです、ユリアンなんですよ。ユリアンなんですよ。私ユリコさんはじめましてだ、ね、そうカリカリ呼ばれてドリンク開けてもはいもうゲストやからね、やっぱなっちゃんは自由に喋っていただきたいんですけれども、うん、私産休中に、ね、そうですよ、あの代打で来ていただいて、はい、本当にお世話になりました。本当にもうこの場所をありがとうございます。温めていただいててずっと全然です、ね、はい、温めるも何もから第2子の時も3子の時もそうや、ね、そうなんです。そうです、2回やっていただいてるんです。ありがとうございます。でもなっちゃんクラスになるとね、普通代打とかって、うん、はぁーってこうなるじゃないですか。やのにいいよって、もう涙ちょちょ、いや直接俺言いたかったの。それはなっちゃんありがとうございます。本当に快諾してくれたんですよね。いやそれなんで快諾したかっていうと、うん、やっぱ相手がターザンさんやから。何何、やっぱこれは相手がターザンさんやから。ターザンさんの番組ですよね、はい、それはもう二つ返事でもうイエスですよ。ちょっと今いい気持ちになって。それぐらい G すごい方なんやね。そりゃそう、もうジーヤですから、うん、私にとって、まあ、はい、もう二人のジーヤですからはっきり言いますわ。ジーヤですから、ね、近藤夏子さんとあと小林由里子さん二、うん、人揃ったらこっつ威圧感あるんです僕。どういうこと。いやどういうことで なんかすごい、すいませんほんまに。いやシンガーソングライターよなっちゃんは。おーおー、私1曲しか持ってないの持ち曲。歌歌ってはるんですねそれはそれですごい。どういうマウントかわからないですけど、歌ってはるあの中学校の校歌を。そうそうそう、あ、そうそういうことそういうこと。そうそうそう、旭ヶ丘中学校ちゃんちゃかちゃーん。はい、これ1曲です。はい、これが本物の小林由里子さんなんでね。これが生もんのやつなんですね、はい、オリンピック出たかった。いやもちろんです、もちろんそれ存じ上げてますけど、これが本間もんなんやって今洗礼を受けてます、すごいよ。最高です。ドヤ顔で一曲披露するという、うん、だいぶ、うん、あのターザンさんがビビるのが分かりました、うん、分かるでしょ。私のせいじゃないわそれは。もう小林さん小林さん8割やわ、うん、私だって小林さん目の前にしたら、はいはい、私なんてもう全然おしゃべりモンスター言うとあかんすわいや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 そんな言いながらもね、言いながらもちょっとこう、うん、ずっとこう後ずさりしながらもね、はい、なんかずっとね企んでるんですよ。次何言うたのかな。企んでなんかないです。やんちゃな目しとるんですよ本当に。いやもうエナフラはそれこそ今回もゲストで呼んでいただきましたけど、うん、いいね、私にとってはもうあのただいまって言える場所になってますから、うん、はい、今日もよろしくお願いします。はい、もうね、いやいやいや、もうありがとうございます、うん、でね、もう今ね、こう原稿戻りましたけど、はい、3ヶ月間ね、うんうん、出演していただいたということで、はい、はい、クイズです。え、待って、押すか、やめとこう。こんなクイズあるんや。こんな急にクイズとかやってたっけ、はい、私も知った今ないけど、うん、
何ですか？やりたいんやったらやっていいよ。いや、なんかこれやったら押すから、うん、で今ね、なちゃんがこう、はい、もごもご食べてくれてるのが、うんうん、こちらがですね、このパンとアーウ。はい、これ何なんですか？私なんでこれ食べてるんですか今。美味しいです、めっちゃ美味しいでしょ。めちゃくちゃ美味しいんですけど、私加古川の観光大使してるんですけれども、はいはいはい、大田市の観光大使のなっちゃんにね、うん、あの宣伝する加古川の。ごめんや、俺全然ちゃうやん、うん、え、ちょっと待って、新海地の観光大使やってないの？ターザンさん、それ これはもう伊藤志龍さんが今そっか今志龍さんが今ちょっとグイグイ来てるから、それで言ったら志龍さんの上品さとかには負けるわ、ごめん、まあ、新海地もビッグネームやもん。それ新海地も誰か立てるってなったら志龍さんやれば、志龍さんね、そっち立てた方がええわ。僕は横であのワンカップか開けて飲んでるタイプやわまあ新海地の、まあ、ある意味いいところを表現はしてるんやけどね、それはそれでね、うんうんうん、でも観光大使やってないんですよね。そんなんない。ちょっと観光大使側で今から話するんですよ。おー、なんで二人マウント取るん？で、加古川雄太、西川パンさんという有名なパン屋さんがありまして、はい、西川パンですよね、うん、そう、知ってます知ってます知ってます、はい、その中でも有名な商品がフラワーで、それをアレンジした。そうなんだ、はい、え、これゆり子さんからの差し入れなんですか？いや、あの西川パンさんから、うん、はい。で、これ新しいね、うん、お店ができたんです。パンとアーウっていう。でも加古川に来られる機会ってあんまりないですか？加古川行くことあんまりないですね、うん、兵庫県ってやっぱり神戸。そうですね、神戸の方が一番多いかな。神戸が多いかな、うん、あと伊丹。あ、痛みの方はい、痛みな、ね、飛行機乗るからですか？あ、違います、あの元彼が住んでたから、うん、そう。いや、こんなの包み隠さず、僕もあの元カノが先祖やったから痛みのうわー、そう、つながるんや。そう、痛みって言ったら 元がつく人がね、元がつく人、住んでる人のところ。いや、私入られへんわ。もうこっち先祖やけど、うん、どこなん？私、痛みの伊丹市です。伊丹市の、はい、あんな駅の近所、小屋池の近く。あ、小屋池の近く、うん、何それ、聖地、小屋池のとこだ。聖地なんて言うんでしたっけ、あれみたいな感じで回るんですか？聖地巡礼のこと言ってます、うん、そうちょっと待って、聖地あれって、聖地まで出たら巡礼出るでしょ。出へんね、私は。出るでしょ。そう、やっぱロイヤルホストのあの辺がね。あ、そう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 、ロイヤルホストあるから。何の話やねん。一人で行かれるんですか、伊丹の方に？あ、全然。で、今も友達がいて、うん、この番組の中でも実は伊丹のお店を紹介したりとか。そう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 、全然出入りするんですよで、なっちゃん一人旅とかも全然する？あ、それができるようになりました。今まであんまできなかったんですけど、うんうん、去年1年2年前ぐらいに、はい、あのちょっと自分を一回見直して、自分と自分が向き合う、なんか、そう、ほんまですか、はい、向き合う時間が必要やなと思って、うんうん、もうちょっと一人の時間を大切にしていかんと良くないなっていうのに向き合って、はい、一人旅できるようになりました。私に足りんのそれやね、向き合い。いや、ゆり子さん多分できるでしょ。できん。誰かおらない、ほんまに。結構、ほんまに、もう結構ね、うん、なんか いろんなこと考えて、はい、悩むことも多い方です。結構いろんなこと考えてて考えてそうに見えるじゃん。失礼なこと言ってて気づいてますか？2人ちょっと脱線してるけど、2人に共通する話振ろうか。急に何を？2人とも、うん、木下先生にお世話になってる。え、そうなの？そう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 私もなんですよ。何のこっちゃ分かれへんやん、もうこんなん言い出したら。私もなんですよ。悩み多いもんね、悩みほんまに、ね、悩み多いね。もう今リスナーさんだけ置いてかれてるけど大丈夫まあ、こう見えて厳しいやから、私言うたらね、うん、あの繊細さんなんですね、うん、繊細ではないんですか？繊細さんです、スーパーで。だから歌こう書くときも、はい、そういうのも全部加味してこう書いていかれるんですね。でもそうだったんですけど、それこそさっき言ったみたいに 1,2 年前にちょっといろいろあって、うん、お酒も飲めるようになったのもそれぐらいなんですけど、そこぐらいからだいぶ変わって、はい、かなり今はポジティブに。繊細さんだいぶ卒業しました。でも曲もね、ほんとあったかい歌詞が多くて泣けますもんね。ありがとうございます。いや、すごいな。今引き戻してくれた。引き戻し、あ、クイズもだってすっ飛んでるから、うん、はい、引き戻してきましたけど、う、ね、うん、まあまあ、木下先生っていうのをちょっとリスナーさん置いてけぼりになったから、いや、それやったターザンさんやね、うん、そういったね、フォーチュンテラーって言いますか、はい、フォーチュンテラー言い方かっこいい。かっこいいでしょ。いい、その言い方しよう、フォーチュンテラー ね、うん、もうね、何のこっちゃ分からへんけど、タロットの先生ですか、はい、そう素晴らしい先生、うん、でも言いたくないし、うん、もう知られてほしくないって言いながら、私の友達もめっちゃ言ってますけどすごいね、ターザンさんはほんまに。なっちゃう、いや、そんな話は、まあ、影響力がある方やから。いや、そんなこと全然ないです、うん、もう、はい、もうお二方ありがとうございます。影響力あるで言ったらさ、さっきの食べてたさ、龍角散の飴絶対買おうと思ってるもん、私。あれ美味しいやろ。あのターザンさん、今日食べてたあの龍角散の飴、うん、あれ絶対買うわ。あれいいでしょ。あれなんで、どこで見つけたんですか？
ドラッグストアで。あ、普通に売ってんねや。普通に、私も持ってますけど。え、そうなんですか。え、ちょっと待って。何色、え、ゴールド。あ、ゴールド、はい、あ、一緒や。え、一緒です。サラザンさん、はい、さっきね、なんかすっごいドヤ顔でこれは金持ちしか手に入らない、うん、龍角散の喉ラーメンやなっちゃいるか。え、どこでも売ってるやつや、あのゴールド。いやけど、ちょっとあの、うん、普通のやつよりもちょっとお高いやろ。それを僕ちょっと一味って、これはお金持ちしか舐められへんねやって冗談で言うたら。わかるわ。でもセブンイレブンのコーヒーもあのね、うんうん、2つランクがあるやん、はいはい、上買わへんもんね、あの下の方とコーヒー、ホットコーヒー。あの、すみません、上買います。お金持ちや。いや、僕も上買うけど。お金持ちや。だとしたらあんな持ってき方したらあかんすよ、うん、私それに影響を受けて、これそんなに珍しいやつなんや、絶対買おうみたいな。でもね、結構珍しいっていうか、うね、なかなか、ね、なかなかないんですよ、うん、なかなかないはないとかしか、うん、いや、影響力あるなと思って、ターザンさんの影響によって、はい、あれ美味しい、ね、やっぱカリスマやから。何をよいしょして、ジーヤはカリスマやからさ。ていうかさ、もうジーヤジーヤはええけど、うん、プロモーションに来たやろ。そうなんですね。いやいやいや、でも喋りたかったから。まあ、だって違うもん、プロモーションしたら帰らなダメでしょ、うん、プロモーションせえへんだから帰りたないもん。乗ったええやん、もうちょっと一つ聞きたい。おりゃええやな、そんなもん。黙って、ただ黙って、ゆり子さん喋るから、はい、どうぞ。めちゃくちゃお綺麗じゃないですか。なんかケアしてるんですか、はい、お肌とか。お肌のお話ですか、うん、何にも。私ハトムギ化粧水で、はい、あの、あのボトル1000円わかります、ハトムギ、あれ、うん、あれ使ってるし、はい。でもなんかね、お肌の手入れなんかしてるんですか、はい、何もしてないですって言ってくるモデルさんあんま好きじゃないんですよ。だからちゃんと言いたいんですけど、はい、マジで何もしてない。何もしてないね。え、喉のケアみたいな。はい。私もよく声出すんです。はい、声でかいんですけれども、はい、なんかケアとか してます？これがまだ何にもシンガーソングライターの方やから。全然何もしてなくて。歌う前とかもなんか発声練習あるんですか？あー、みたいな。マネージャー、今日おはるっていうマネージャー一緒に来てるんですけど、はい、聞いてもらったら分かると思うんですけど、うん、何にもしてないです。いや、これいわゆる天才言うやつ。そんなことないですけど、うん、朝起きがけ、はい、朝パッて起きて一発目に歌えって言われても、うん、歌えるぐらい喉は常に起きてます。すごいな。いや、すごいことなんかで、分からん、うん、あの、もしかしたら寝てる時も喋ってる可能性ありますよね、うん、私ぐらいになると。喋ってさえね、はい、ずっと喉はもうずっと開いてる状態なのかもしれないです、うん、あ、天性やね、天職やね、はい、シンガーソングライター。うん、そうだね。何？いや、いや、黙っとけるから、横で相槌だけ打ってんねや。なんかでもそれで言ったら声壊してたのターザンさんなんでしょ。そうなんですよ。どうしたんですか、めっちゃ意外なんやけど、うん、僕も結構強いっていうかさ、うん、体、ターザンさんと出会って私、うん、だいぶ経ちますけど、うん、体調崩してるとか なかったでしょ。声潰してるって一回もなかったから、うん、なかったんですよ。どうしたん？だから結構これまでずっとこうマスクしてる生活が長かって、うんうん、はい、で、あの、まあ、外す機会もちょっと増えてきて、でそれでこう急にパーンときたんですよ。寒暖差もあってね。そう寒暖差でやる、年重ねてますな。でも年齢不詳やからね、公開してないから。もう年のことはええやんか、もうそんなこと。いやいや、しゃあないしゃあない、それは認めて、うん、私も年重ねてますもん。そうや、年取っていくんや。そうや。おう、出会った頃は若かったんだけど。何歳ぐらい、だから何年前ぐらい初めて会ったの。もう10年近くなるな。そうですね。もうそんなもんね。多分20代やったんちゃいますかね。そうかな。ギリギリ20代ぐらいに多分お会いしてるんで。うん、何枚生きるの。ほんまですか、生意気、うん、いや、そんなことない、そんなことないです。誰のこと言ってるか分かんないですよね。おはるちゃん、すいません。めちゃくちゃいいですね。大切なタレントさん、こんなこと言ってしまいまして、うん、なんか気持ちいい性格やね。ゆりこさん、今日でもね、ターザンさん、うん、私さっきあの SNS X にもあげたんですけど、はい、うちのマネージャーのおはる、今日久しぶりにターザンさんとお会いしてるんですよ、うんうんうん、っていうのもおはるも産休入ってて、そう、そう、今1歳の子供子育てしてるママちゃんなんですけど、はい、おはると会った瞬間に、はい、おはるにおはる久しぶりやねって言ってグータッチ求めてたんですよ、はい、うん、なかなかせんこないですか、グータッチ。え、うん、私だったらハグしたいけど。え、嘘やん、そっちやった、怖っ。エナフラコンは俺らちょっと危ないことするで。そっちやったんや。ちょっと時代遅れのことやるで。え、グータッチが何ですか。グータッチとかハグとか、うん、え、もう全然恥ずかしくって、うん、絶対俺もな、俺もやった瞬間ダサと思ったけど。何も思わへん、グータッチなで今時やで、グータッチおはる引いとったもん。えおはるもなんか、え、グーでいいんですよねみたいな感じで、グー、グー、この時代にこれっていう感じで。え、今何、こう指先ですか、あの ET みたいに ET しろってことですかね。今やあ、ちゃうや、今や ET もっと古いです。
まあ、いやなんか、うん、お久しぶりですみたいなぐらいの感じなんかなと思ったら、うん、ウェーイみたいな、そうそうウェーイでこう手がこう来るわけですよ。そこそこ、じゃあ私が間違ってんねや、時代遅れなんですよここの番組ちょっと、いや私がついて、うん、むしろ逆ですね、私がついて、僕は古き良きものはね、うん、ずっとね守り続けたいと思ってるから、だったらもうグータッチ、私はあの今日ターザンさんが私にグータッチをこうやってやってきても、うん、あの、はい、会釈しました多分これ絶対なっちゃんには要請、そうですよね、そこは何の線引きですか、つい冷たく返される、そう私が多分やらないっていうの、そういうのは苦手なんですよ私、ほんまですか、めちゃくちゃ苦手ですね、うん、あのグータッチしてくる人、あごめんなさい、ダンサーさん、うるさいわほんまですか、いやプロモーションの話っていうあやった方がいいですか、うん、あの本当に一応押さえるとこ押さえておいてから本当に、はい、そこから出せって言うか、だって帰れって言わない、プロモーションまだまだまだ、ちょっと最後まで追ってくださいよ、本当に、うん、でもファンの夏子族行さん来てるよ、ありがとうございます、今日も外にみんな来てくれて、ほんまにさも名古屋から来てくれてる、そうですよ、名古屋から来てくださってるんですよ、わざわざ、ほんでちょっとごめん、ね、私のファンの人の名前めちゃめちゃ覚えてる、タンさん、覚えるわそれすごい、 X もフォローしてくれてるし、うん、もうお互いフォローしてる、さすがやわ、相思相愛やわ、今日愛知から来られたんですか、すごいですよね、なんとすごいですね、今の相思相愛っていう表現もダッサって絶対思うてんねん言ってない、こいつ何言うてんねん、二人で一つやもんね、言ってないからプロモーションします、プロモーションしよう、プロモーションしよう、はい、プロモーションします、で11月1日に急に戻られへんかった、そんなこんな下手くそな DJ を使ってるんですか、一週間休んでたからね、やっぱりって言いながらプロモーションしてくれる DJ を使ってるんですか、わかったなる DJ っぽくやるわ、やってください、さて今日のゲスト近藤夏子さんなんですが、11月1日にデジタル EP トロワをリリースしました、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、やっとゲスト感出てます、このトロワっていうのはどういった意味なんでしょうかね、トロワっていうのはですね、うん、今回あの愛愛、うん、愛、英語の愛を3つ並べてトロワって読むようにしてるんですけれども、愛愛愛で、なんでこうしたかっていうと、うん、私が私のことを自分で分かってあげて、先ほどちょっとゆり子さんにもお話ししたみたいに向き合って、うん、はい、私が私と向き合って、うん、私のことを素直に書くっていう、もうとにかく自分っていうところ、うん、私意外と今までの人生で他人軸で過ごしてること多かったんですよ、はいはいはい、周りの目が気になったりとか、うん、あの人はこうしてほしいって思ってるからこうしようとか、うん、でもそれがしんどくなった結果、うん、あれなんでしんどいんだろう、あ、自分を大事にする時間が少なかったんやなって気づけたんで、うん、もっともっと自分のことをちょっと注目してあげて、うん、まずは自分を愛してあげること、うん、それから周りの人を好きに愛してあげるっていうことを大事やっていうのが気づけたんで、私が私のために私のことを書いた愛愛愛、あ、そういう意味なんや、プラス3曲入りなんで、アンドゥトロワの3っていうのをちょっと組み合わせて、はい、トロワというタイトルさせていただきました、その3曲というのが愛、うん、はい、そして愛の言葉微笑み月、はい、そしておしまいの歌と、ありがとうございます、あ、すごいこう物語になってる3曲だよねこれ、そうなんです、で実は今まで他では言ってこなかったんですけど、うんうんうん、これ隠し言葉っていうのがあって、隠し言葉、1曲目の愛はそのまま愛が入ってるんですか、うん、2曲目愛の言葉微笑み月愛が入ってるんですか、うん、3曲目、うんうん、おしまいの歌おしまいの歌おしまいの歌、わかります、途中にあいって入ってるよね、はい、あれおしまあいの歌、隠れてるねこれ、わ、うん、かってなかった、ね、見つけてなかったです、いや分かってる分かってる、めちゃくちゃ分かってる、 DJ さん見つけてなかった、いやいや、おおしまいの歌、そうです、うん、おしまいの歌、そうなんです、全曲にやっぱ愛を隠してあるっていうのも、実は今回ちょっと遊び心としてやらせてもらってます、だから11月1日全部愛になるようになってるんやね、そういうことか、ゆり子さん好きなんです、この1が日本って日本1でしょ、だから1の日本が大好きな数字でねえ、もうビビビきたこのね、棒が好きなんですよ、いやー、なのでトロワいいとこに気づいた ね、 ねえ、うん、でも1じゃなく愛やんね、そうなんです、ね、うん、いやでもなんかさすがなんか今の日本一っていうのも、はい、ちょっと今後使わせてもらいます、うん、どうぞどうぞ使ってやってくださいよ、はい、ね、すみません、さっきからちょっとごめんなさいね、うんうん、1個もいいこと言ってないのターザンさんですけど大丈夫ですかずっと私とゆり子さんがいいこと言ってますけど、僕はね、いいことを言うんじゃなくして、はい、正確に伝えるっていうね、ごめんなさい、ゲストが出しまってしまって申し訳ないです、うん、いやいいですね、そうなんですよ、11月1日にデジタルEP 近藤夏子さんトロワをリリースしました、はい、皆さんもぜひね
配信リリースされてますんで、はい、聞いてください。ぜひ皆さんダウンロードしてください。ダウンロードしてください。どんどんダウンロードしてくださいよ。本当に。いや、これいい音で仕上がってるからね、本当に。うん、聞いてくれたんですね。はい。番組で書かれてるから。そうなんですよ。で、それを今日ちょっと言わなきゃと思ってて、ね、うん、ラフラさんはゲスト来る前にも、はい、かけてくださってて、そうそうそう、で、かけてくださってることもちゃんと SNS 上でみんなから報告を受けまして、はい、すごいですね、はい、これ夏子族言うんですか。そうです、私のファンの方々、夏子族って、すごい呼び方。おかけしたらすぐに反応返ってくる、みんなね、本当に。それで1回目、今回11月1日にリリースして、うん、すぐにかけてもらった、1回目にかけてもらった時に、うん、すぐに私ターザンさんに LINE して、はい、曲かけてくださってありがとうございます、はい、のと同時に番組呼んでよって自分で交渉して、あ、で今日それをすぐ聞きました、私も、はい、ここからここからの回ってきましたもん。すごいね、なっちゃん直々にプロモーション早い思って、うん、はっとか思って、はい、出てもらおう言ってね、でディレクターとかにどうする、はい、言うて、何をどうするってって言うたら、いや、もちろんもちろんもちろんって言う。どうするって何よ、俺が言えてなかったから、うん、もうずっとね、間接的やったんで嬉しいで す, いいです、ね、生なっちゃん本当に。いや、もうこの日、うん、ゆりこさんにお礼言ってもらうためにこの曲リリースしました。いや、はい、何ですか、噛み締めて聞かなきゃ、会いたいから、会いたいから、噛みせてくれやろ、会いたいから、全部自分のガーッ引っ張ってくれやろ。またなっちゃんはほんまにね、気持ちいいね、スコーンってこう的をついてるし、私ズレとるからいつも。いや、そんなことない、そんなことない、また違ったタイプで、うん、でもね、やっぱり新鮮ですね。違ったタイプやけど、うん、もう二人ともやっぱりもう引きあるし花があるわなんで どうしたんですか、どっちも褒めとかんとみたいな。一応お気に入ってる感すごいありますけど。いや、そんなことない、一応お気に入ってるみたいな。もう僕が番組やらせてもらえるのはやっぱ二人のから。いや、もうここら辺で線出てますもんね、あの漫画で言うと顔の横ら辺ちーまる子ちゃんの、ちーまる子ちゃんのガーみたいな。無理してる、無理してる、はい、いやいやいや、ほんとね、この3曲、はい、もうこれアン・ドゥ・トロワのことですから、はい、1、2、3のこのトロワですよね。そうです。これが来てるんだよ、はい、ちょっと食べたけど、ありがとうございます、ね、ほらほら。で、今後の予定なんですけど、はい、近藤夏子ワンマンライブ2023、これは読み方はアン・ドゥ・トロワ、アン・ドゥ・トロワ、はい、来ましたね、いいこと言うでしょう、いい振りでしょう、ね、ちょっと自分で言うことちゃいますよ、うん、いい振りでしょうとか人が言うやつですよ。多分小林ゆり子さんが呼んだら近藤夏子ワンマンライブ2023、うん、ホップステップジャンプとか言いますからね。なんで分かった、陸上やから。なんで分かった、素敵やん、はい、素敵ですよ、うん、そういう個性的な、うん、もう自分にしかない感性みたいな大好きです。わ、ありがとうございます。なんで俺だけ会話を沿ったやね、そうですよ、ね、はい、近藤夏子さんワンマンライブ2023、うん、はい、アンドゥトロア、はい、ね、これは12月の21日木曜日です。12月21日木曜日に大阪京橋ベロニカです、はい、京橋ベロニカで開催です。京橋ベロニカ、めっちゃ丁寧に言ってもらったのに申し訳ないんですけど、はい、チケットソールドアウトしてます。そうなんですよ、すごいね、ありがとうございます。この人気ぶり、速完、いや本当に初めてだよ、でももう初めてなんだよこんなこと、うん、秒でパーンいってもらう、すごい人気やね。いやいやいや、あやかりたいんですけれども、ゆりこさん本当にこれは私 の,、うん、音楽人生では初めてのことなんですよ。うわ、すごい、今までそんなことなくて、今年は歌を歌うって決めたんです、うん、でここで3年半ぐらいリリースもなくて、ずっと喋りのお仕事に本当に甘えさせてもらって、うん、はい、そこにばっかりこう楽しいがために行ってたんですけど、うんうん、歌おうって決めて今年歌って、はい、で年末この最後の12月のこのワンマンライブが、うん、うん、もう本当にありがたいことに、はい、まあ、すぐ完売させていただいて、すごい、もう秒ぐらい、もう販売、はい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 、完売、販売完売、販売完売、なんか言い踏めたからちょっとイエーイってなってるやん。よい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 よ、販売完売、嬉しい顔してるわ、見つけたみたいになってるわ。でも本当に8月にクラブゲスト世界三宮でライブさせていただいて、うん、はいはい、その時ちょうどこのエナフラも担当させてもらった時だったんですけど、はい、うん、そのチケットも実は完売はしたんですが、うん、それは結構しっかりじっくり時間をかけて完売していった感じやって、はい、うん、でそこで完売を久しぶりに、はい、デビュー当時ぐらい久しぶりに、はい、わーってなったんですけど、うん、今回12月のやつを本当にもう皆さんのおかげで、応援してくださってる方々のおかげで、すごいね、ありがとうございます。来年辰年やからもう上り竜やで、なっちゃん、こっからうさぎ年越えてピャンピャンピャーン行くで、今から行くで、なっちゃん行くでよらねえ、めっちゃおもろいくないですか、ゆりこさん、やばくないですか、お互いそう思ってると思うよほんまに、めっちゃおもろいで、おもろさで
言うと絶対語れへんすよ、うん、いやいやいや私はアホなんです。ピョンピョンピョンで登り竜やでって言ったら出てこへんもん。やっぱりこの個性はすごいね。どの映画の天然なんですよね。いやいやそれはすごく伝わって、あの効果を歌ってる時点で伝わってきてますあれを持ち歌って言ってる時点でだいぶ早い段階で私には伝わってますよ。母さんさん、なるほど、キャラクターもあそこでも掴んでますから、ね、ありがとうございます。うん、ということでなんか万秀一先生に共通するところある、ね、はい、じゃあ私当万一やから万秀一先生私当万一というサブネームがあるから何時にあの、うん、万秀一にかけて当万一って送ってきたけど、うん、誰も意味わからない。そりゃわからんくなるわ。万秀一さん当万一ただでさえわからん人出てんのにもっとわからん万秀一先生をわからんと言うないやもう私エナフラだけでしかその名前聞かないですもんやっぱりここの席に座ったらやっぱその方の名前聞くんやなと思ってますもん、うん、いやもうラジオ関西さんでも、いやもちろんね、番組っていうかコーナーやってらっしゃいますよ。すごいね、いろんなところで聞くも聞くも。でも名前変えてるんじゃないんですか。脇隆さんがでしょ、でやってますね。だから名前変えたりとかしてまだややこいことやってはるからより一層も余計ややこしなってるから、うん、後で言うとくわ。なんかもったいないんで、うん、この時間すら、うん、それ私の話させてもらっていいですか。せやな、うん、うん、そうしよう。でも戻そう。ちゃんってね、戻そう。その朝の顔、昼の顔、夜の顔ってこう自分でもテンション変えるんですか。ああ、それがあんまり変えてないかもしれない。すごいね、いろんな顔を持ちじゃないですか。いかんと聞きますもん、うん、たくさん。本当にあの今朝の番組もさせてもらった、うん、そうそう ABC でやらせてもらって、うん、あ言っていいんでしたっけ、うん、いや全然挨拶しといた方がいいですか。いや全然いいと思います。ほんまみーやーっていう風にやらせてもらえ、エナフラディエナフラディなんエナフラちゃっちゃーみたいなエナフライデーナーっての番組をお別れした、うん、本家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 があるんですよ。本家があるんやけど、はい、エナフラディーナーみたいな、ほんまみーやからのエナフライデーナーってやらせてもらってたんですけど、うん、その朝の番組もやらせてもらってますし、うん、お昼でも同じ関西やってます。すごいよね、顔がもういろんな。引っ張りだこですよ。夜は夜でまたあの今ポッドキャストもやらせてもらってるので。すごいわ。滋賀もやってやってます。 FM 滋賀は18時からやってる、うんうん、あとテレビも夜すごいね。いよう考えたら朝昼晩やってんねんな、うん、私。やってるよね。ほんまですやんか、うん、なんかちょっとテイスト変えるんかなと思いながら。あでも、うん、ありがたいことにあの対誰かと一緒にやってる番組ばっかりなんですよ、はい、一人しゃべりじゃないんで、うん、それで言ったらお相手の方によって変わる、はい、しかも年齢層バラバラなんで。すごいな。60代の方と40代の方と30代の方と20代の方とされやらせてもらってて、それが人の良さ物語ってます。私コントロールできる一人しかいませんもん。ターザンさんタイムキーパー、ちょっとエリカさん、ターザンさんをコントロールできたらもう全然どこ行っても大丈夫です。この方コントロールするのが一番難しい。いや何で俺やりやすいと思うで。え、めっちゃやりやすいと思う。でもなんかエナフラやってたじゃないですか、3ヶ月ゆり子さんのね、うん、お留守の時を、はい、お留守をあの私が預からせてもらってた時に、うん、リスナーさん含め私のマネージャーの特訓って男の子いたんですけど、うん、はい、男前のその特訓も含め、うん、ターザンさんとやってる時だいぶ好きなんですよね。夏子さんターザンさんとやってる時の夏子さん、うん、だいぶなんかいいんですよねっていう声が結構届いたんですよ、うん、一番近くで知ってるマネージャーさんがそう言われたんですね。そうで、ファンの方々からもそういう声が届いて、うん、やっぱ次ね、次プロモーションに走るからね、うん、ということはまたなんかちょっと番組とかね2人でね言うことも、うん、そんなこと言うてない。皆さん欲してるっていうことですか。そんなことまでは言うて、皆まで言うな。あ、そっか、黙っとく。そこは想像させとくやな。言うな、そこは。楽しみやね。それはな。交互期待。そこは、うん。そうですね。また二人揃ったら話しながらなるな、はい、本当に。え、曲は。あ、曲もかける。お前曲かけてないですよ。かける。ね、この後。私ゲストですよ。喋りすぎは言われてますけど。わかりました。わ、ごめんなさいね、はい、トラフィック行きましょうかって行ってからそこからやね、また、ね、まあ、あのもうこの3人でちょっとトーク飛ばしておりますが、はい、ドライバーの皆さんは安全運転でお願いしますね。、はい、この後は道路交通情報です。シカ肉ドッグフードシカトサーティフォーの提供でお送りします。高速道路の状況です。山陽道はトンネルの復旧作業のため下り線の播磨ジャンクションと阿光の間が通行止めです。近畿道は南行きの吹田料金所付近であった事故に伴う車線の規制が解除になりましたが、この影響もあって摂津北付近を先頭に中国道に伸びて5キロ渋滞しています。姫路バイパスなどの状況です。
姫路バイパスと加古川バイパスの東行きは加古川中央ジャンクションを先頭に高砂北を越えて9キロ、さらに明石西付近で1キロの渋滞です。東播磨南北道路は加古川中央ジャンクション付近に故障したトラックが止まっています。このため加古川バイパスの両方向から東播磨南北道路に通行できなくなっています。ご注意ください。阪神高速の状況です。3号神戸線の東行きは京橋を先頭に5キロ渋滞しています。神戸線の反対の西行きは生田川を先頭に5キロの渋滞、5号湾岸線の西行きは住吉浜出口で1キロの渋滞です。11号池田線の南行きは塚本で4キロ渋滞しています。次はお昼0時50分頃です。以上、ジャティックの石田でした。夏子、おしまいの歌。いやー、なかなかおしまいの歌というかね、うん、3曲目にクレジットされているという、はい、そうなんですよ。近藤夏子さん、11月の1日にデジタル EP トロワーをリリースしています。ぜひ皆さんもですね、ダウンロードして、ダウンロードして、ダウンロードして聴いてください。あ、3回言うて、トロワーとかけて3回言うて。そうです、このおしまいの歌ってどういう思いの、はい、これはめちゃくちゃ幸せな瞬間が来たから、もうここおしまいでいいやっていう、あ、また逆のなんだ、ちょっとひねくれてるんですけど、こんな素敵な人に出会ったもこの瞬間で私おしまいでもいいかもっていうぐらい、この瞬間が楽しいとか、幸せとか、この人に出会えてよかったっていう瞬間の曲なんです。なるほどね。マイナスのおしまいじゃないんですよ、実は。次の始まりのおしまいですからね。うわ、何が、ね、書いた本人よりいいこと言うのやめてもらっていいですか。それはもうちょっとええこと言わんと、はい、全然一人だけなんか知らんけど、はい、ええこと言うてへんやん、言われたから。なんかエンディングやから、今鳥ほどさんとみたいな感じで今合うの呼吸やね。いや、そんなことない、そんなことない、いや、なっちゃんが合わせてくれるだけやから、ね、はい、私が合わせてるだけです。全部自分とこ持っていくやろ。それは共通やわ、はい、共通、ね、2人とも自分とこも返し、はい、持ってこい持ってこい持ってこいって、まあええけど、ということで、まあええんかい。エンディングあっという間の10時台、すいません、なんかエンディングまで全然残らせてもうて、別所ないですよ、別所ない、別所ない。はい、まずはプレゼント当選者の発表ですね。はい、熱神戸プレゼンツ朝から今夜の晩御飯からは、今週は鍋スープ食べ比べセット1名様。じゃあ、はい、ユリアン紹介してください。当選されましたのは、姫路市の肉屋の嫁さんです。おめでとうございます。
そしてラグビーコベルコ神戸スティーラーズの観戦チケットペア5組10名様です、はい。当選されたのは伊丹市のバレットさん、伊丹市の伊丹の兄貴さん、宝塚市のさんちゃん、神戸市内からは神戸凛さん、神戸市内のルグちゃんです。おめでとう、はい、おめでとうございます。はい、ということで今日のね、はい、ゲストは近藤夏子さんなんですけどね。週末の予定は、週末私何してんやろいや、はい、なんかやってる。私何してるっけ今、うん、めっちゃ忙しいんですよ、うん、あ、週末はあの ABC のお仕事をやって、うん、はい、そっちの仕事もね行くんやね。 ABC さんのね、うん、はいはい、やってますね、うんうん、やってるな。そうやなそれ言ってますね。うわ、明日はすごい多忙やね。もう12月もこの後もまだまだイベントも含めていろいろなところでいろんなところのお仕事させてもらうので、うん、うわ、飛び回ってらっしゃる本当に。いや、うん、もうねマネージャーがね敏腕なんですよ。テトリスマネージャーって私呼んでるんですけど。どういうことどういうこと。隙間があったら仕事入れてくるっていう。そう、隙間に仕事。テトリスを例えてうまっ。そういうことね。テトマネって呼んでるんですけど、ね、うちのマネージャーきっちりはめていくんやね。はい、今日もこの後ちゃんと昼ご飯の時間だけ取った上で次、うん、あの現場入れてますから。いや、しかもちゃんとこの兵庫方面の現場が入ってるんで、はい、あ、これ行けますねみたいな感じドヤ顔してたんで。うわ、すごいマネです。ほんまパチーだね。私ピン芸人なんでそういうのが全く自分でやってるから。ヒューゴさん芸人だった。芸人さんちゃうけど一人で全部やってることはピン芸人って言ってるんですけど。はい、すごいね。いや、私は本当に人の力がないと生きていけないタイプの人間なんだ。そんなことないそんなことあるし、ね、そんなことあるし、うんうん、ごめんそのニラミカさんの嬉しい。この生なっちゃんの一言一言噛み締めて今日は元気出ました。エナジーチャージされました。私でもさ、私喋りすぎててさ、うん、多分メールもたくさんもらってましたよね、リスナーさんから。いや、いっぱいもらって紹介しなあかんけど。だってさ、持ってきてくれてたのにさ、いつもリスナーさん、キスナーさんからのメール、はい、紹介してでもあの番組終わってからみんなこうメールとさみんなで、ね、これ読んだらよかったなとかあるけど、そうそう、ね、あるんですよ。ちょっと一つだけあのお知らせ、ね、あ、お知らせ、はい、ちゃんとしてくださいよ、ね、ちゃんといいですか。番組としてちゃんとしてくださいよ、はい、お願いしますよ。あなたが喋りすぎなやほんまに、はい、仕事して早く、ほんまいかげせよ、ほんまに、早く仕事して。はいはい、わかりましたよ夏子さん、はい。さて来週12月8日です。12月8日金曜日のエナジーフライデーはエナフラ大感謝祭と題して、僕ターザン山下、そして小林ゆり子さんがセレクトした兵庫県の美味しいプレゼントです、はい、美味しいプレゼントをご用意してますんで、うんうん、ぜひ聞いてくださいね。はい、はい、聞きます、はい、まあ、その1週間っていうかね、それはね、大切な1週間、大切な来週は、それぞれの曲が大切な1週間ですから ね、 ね、はい、もうね、美味しいものがもらえるなら私はまあ、ね、ね、そういうこと、聞こうかな、ぜひぜひ応募しようかな。そうって、もうキッス FM 神戸どんどん聞いてください、ね、そういう意味では前回はその週は私産休中で聞きました、うん、お酒プレゼントされてた、思い出しました、はい、ずっと聞いてたからね。そうでしたっけ、地元のお酒、はい、ね、うん、ワイン、アルパカちゃんやかな、なんかそんなんやったかも、うん、なんかそんなんやったから やりましたよ、ね、高野プロがあのブル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 と言うて、あ、ブル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 シャル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 ブルと、ゆり子さんすごいちゃんと覚えてるわちゃんとあのゆり子さん聞いてくれてるから、はい、もう大好きやからね、本当に聞いてます、うん、いやもう素晴らしいです、うん、私はもう自分が出てない番組は一切聞かないんで、はい、なんですか気持ちいいね、なっちゃんそうやで、もちろんすよ、包み隠さへんのに、自分中心で回ってるから、はい、自分が出てる番組大好き、そういうのね、はい、こうタイムフリー使う時も自分が出てる番組、なんか近藤夏子出演者であの検索して、うん、自分が出てる番組ばっかり聞いてますから、うわ、もうエゴさとかもエグいもんな、なんかなっちゃんの名前パッとつぶやいたら、はい、すぐにもうあのそうですそうです、リアクションしますから、リアクションするんや、もちろんです。私その気にしやが一切自分のことはね振り返っても聞きませんし、はい、一切見ない、うそ、はい、楽しいですよ、自信ないんすよ、自分が喋ってるの後で聞いたら結構おもろいですよ、あと30秒ですよ結構おもろいですよ、ほんまですか、ほんまに、私だって私の名前を出してくれた番組すら追っていきますもん、うん、私のこと話題にしてくれてたんや、聞きに行こうみたいな感じで、今日人柄存分に味わいました、なっちゃんの、もう言っていただけたら嬉しいです、もうぼーっていうよはい、ではそろそろお別れの時間です最高のゲストでしたね、エナジーフライデー、お相手は僕ターザン山下と小林リコと、そして近藤夏子でした。じゃあれいこう、せーの、エナフライデーナYou're listening to KISS FM Kobe 89.9.